チャレンジスピリッツ、どこよりも早いWリーグ徹底解剖。参入クラブは奇数の11チーム、対戦カードが余る異例の体制で円滑に運営できるのでしょうか。これね、気になるのがね、11クラブなわけですよ、はい、この奇数ありなんですか。そうなんですよ、奇数になったこと私もびっくりしたんですけれども、うん、実際その参入チームが発表される会見で参入チームの社長さんたちもびっくりしてたんですけれども、参入審査会でもやはり偶数がいいという話にはなったそうなんですが、17チームが申請して最初に8か10にしようとしてたらしいんですね。ただ、11まで絞った時に、その11チームにどこも魅力があって、そこの審査委員会の中でもそこから絞っていくのに意見がバラバラになってしまい、最終的にもうこの11チームで行こうとしたそうです。うん、これでも毎回1チームは休みになるわけですよね。そうなんです、試合がない日が出るわけですよね、1チーム。そうなんですよ。でそこに関しては岡島千也がおっしゃっていたのは、一節につき試合がないクラブは休みではなく、ウィーリーグの理念に基づいた活動を行っていくいただくことをお願いしたいということで、その中身については、チームが地域のコミュニティとスポンサー企業と話し合って決めていただくことにはなるんですけれども、チェアとしては選手がセカンドキャリアを考える上で、例えばこう社会との接点を作るために、例えば地元のこう小中高の女の子と一緒にリフティングやヨガをしたりとか、自身の体験を話したりといった形で子どもに直接こう刺激を与え、かつこう選手たちがこう自分でこう人前で話をするトレーニングにもなるのではないかということでしたね。アメリカは昨年まで2シーズン9チームで開催していましたので、そうしたことも参考にはすると思います。休みではなくて理念に沿った活動をするというお話だったんですけども、その理念、ウィーリーグの理念というのはこれまでのスポーツリーグとはちょっと一線引く理念を持っていると、そして明確なビジョンを持っているというふうに聞いてますけれども、ではここでウィーリーグ側の発表を見てみたいと思います。私たちはこの日本なでしこジャパンを強くしようとする、そのことを第一に考えています。しかしそれだけではありません。女性の社会進出やジェンダーイコーリティ、もう本当男女の平等、そのことも含めて私たちは常に考え、そしてそれがもっともっと日本でしっかりとしていくことがなでしこジャパンを強くする、自立した選手を育成していくのにもつながるんじゃないかと我々は考えています。そしてこのコロナのこのウイルスの後に大きく社会は変わると私たちは思っています。大きく社会が変わるチャンスだというふうに思っています。この女子リーグはさまざまな意味で日本の社会を変えていけないだろうか、日本サッカー界、サッカーのフィールドから社会を変えていけないだろうかということを提案したいというふうに考えています。なでしこジャパンが強くなること、なでしこビジョンにのっとり、芯が強くて礼儀正しくて明るくてひたむきである、そういう選手が日本でどんどん作られ社会に進出し世界で活躍する、そういう社会になっていければというふうに思っています。将来日本サッカー協会の会長に女性が来る時代も来ると思います。そのためにもここでプロ化してよかったねと後に言われるような、そういうリーグにしていきたいと考えています。皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。Wリーグの誕生によって女子サッカー選手という職業が確立され、少女の受け皿になります。Wリーグを核に雇用が生まれ、人々の生き方の選択枠を広げます。Wリーグは関わるみんなが手を取り合い、リーグから生まれる私たちのポジティブなエネルギーが社会全体に波及していく、このようなウィーリーグはそれらを体現するリーグでありたいと強く思っております。このウィーリーグ、ぜひ皆さんサッカーファミリーとともにですね、成功させていきたいと強く思っております。よろしくお願いいたします。はい、さて、こちらですね、 WE リーグの理念なんですけれども、女子サッ
カー、スポーツを通じて夢や生き方の多様性にあふれ、一人一人が輝く社会の実現発展に貢献するとしています。そして世界一の女子サッカーを世界一アクティブな女性コミュニティへ、世界一のリーグ価値をという3つのビジョンが掲げられているんですね。まずこの一つ目の世界一の女子サッカーをということなんですけれども、はい、まあ、すでに日本代表チームはなでしこジャパンはまあ世界でも屈指の実力を持っているわけですよね。まあ、さらなる底上げにつながるリーグということなのか、その辺は具体的にどうなんでしょうかね。そうですね、まあ、世界で強豪の位置づけだと思いたいんですけれども、うん、まあ、最新の FIFA ランキングでは今日本は11位なんですね。で、まあ、欧州各国の勢いに押されてきている現実はあります。まあ、優勝、ワールドカップ優勝の後っていうのは最高で4位まで行きましたので、うん、まあ、そこで一つはそうした、まあ、欧州の部位に追いつくということだと思いますね。まあ、WE リーグでは秋春制が採用されるんですが、まあ、国際大会は欧州のリーグ戦のカレンダーに沿って組まれているので、J リーグでも現行の春から秋というシーズンから秋春制の移行が議論されたこともありますよね。で、まあ、女子も同じで、まあ、代表強化という観点からは秋春制の移行でメリットは多くなると思います。例えば欧州のカレンダーに合わせることで、あと選手や指導者の欧州との行き来というのもしやすくなりますし、海外から代表選手を集めてハイレベルなリーグにするっていう狙いも、まあ、秋春制では叶えられると思います。そして、まあ、プレー環境のスタンダードを向上させるという狙いはあると思います。ワールドカップで優勝した2011年を境にして、まあ、以前より環境は良くなりましたけれども、それでも長い間ハウスが女子のチームでなかった、練習場を転々とするチームも以前はあったので、で選手の多くは、まあ、アマチュアで仕事と両立をしていますので、朝こう満員電車で仕事に行って、夕方まで仕事をして練習場に向かって帰って遅くにご飯を食べて寝るっていう、こうなかなかこうコンディションを作るのが難しいっていう状況もあったと思いますし、怪我をする選手がまあ多い、特に今シーズンはちょっと多かったですが、まあ、そうしたことと無関係ではないのかなという感じはします。で、まあ、欧州のチームも医療面ではこうチームによって差があるので何とも言えないんですけれども、プロ化が進んでいる中で練習環境が良くなったりとか、お給料は多くなくてもチームが例えば支給する家でシェアをしながらサッカーに専念できる、まあ、プロとしての生活が保障されているっていうケースは結構あるんですね。へえ。 B リーグのこう決まりとしてプロ契約が、A 契約が5名、 BC 契約、 BC は最低270万円なんですが、これが10名以上という基準を設けてるんですが、15名以上の部分では、まあ、アマチュア契約も認められるようなので、練習を午前中にできるのか、それとも今までみたいに夕方や夜にするのか、そこはまあ各チームのさじ加減にまあ委ねられていると思いますね。で、まあ欧州は男子サッカーに莫大なお金がつぎ込まれていますし、その中であらゆるこうテクノロジーが活用されて分析やスカウティングのスキルも上がっていると思いますので、まあ、そうしたところも含めて WE リーグでちょっと期待したいなというところもありますし、その環境の底上げをしたいという狙いは今回あるのではないかなと思います。この世界的なカレンダーになっていくと、まあ、海外で欧州で活躍する選手だったりとか、そういった選手も呼びやすくなるということですよね。そうですね、やはりシーズンが重なることによって、いや呼びやすくなるっていうのはあると思いますし、あとは代表が結構今までそのインターナショナルマッチの時に、例えば3月に、アルガルペカップというのがあったんですが、そこで日本はシーズン前だけど向こうはシーズン中で、すごくこうコンディションに差が出てしまったりということがあったんですが、まあ、秋春制にすることによってその差はなくなりますし、多分組みやすくもなると思いますね、試合。まあ、それは男子も抱えている問題ですけども、まあ、今理想的な環境の話をいただきましたけども、そうなってくると予算もかなり必要になってくるというふうに思うんですよね。これどれくらいの規模で考えて見込んでいるのか、またそれがこう世界と比べて今どうなのかっていうところは、始まってから5年間は JFA の方から、一応私の、持っているデータだと3億円のはずなんですけれども、うん、3億円の、予算が、補填という形でされるんですね。うん、まあ、その中でその5年の中でいかにこう持続的なリーグを作っていくための
お金を得られるかっていうところで、まあ、チケット収入も必要になると思うんですが、まあ、この女子でクラブで言いますとですね、まあ、女子のヨーロッパのビッグクラブと言われるクラブの予算は、これはちょっと17年に私が取材の中で得たデータなんですが、例えばフランスのオリンピックリヨンやパリサンジェルマンは6億円、ドイツのバイエルンやボルフスブルクが4億から5億、でバルセロナが当時は 1.2 億で、チェルシーが2億円前後っていう感じだったんですね。ただまあスペインは今年からまあレアル・マドリードが新たにちょっとあの2部から1部に昇格したシーディ・タコンっていうチームを買収する形で創設しまして、でバルセロナも予算が4億円台に上がったっていう情報があるんですね。でアトレティコも2億円台に上がったと。で当然予算が上がればまあ選手の年俸も上がって各国代表クラスの選手呼んでますし、で実際ここ数年のプロ化によって選手たちのサラリーが 40% 近く増えたっていう話も聞きました。 CM の収入などもあってアメリカのあの今出産をしてまた復帰というあのアレックス・モーガン選手なんかも、億単位でお給料をもらっていたこともあると聞きますし、数千万円もらっている選手というのは増加傾向にあると思います。で翻って日本なんですが、まあ、これまで億単位で予算を組んでいたっていうのはアイナックなど、まあ、ちょっと限られたチームで、まあ、全選手がサッカーを専業とするそのアイナックが3億円前後だったと思われますけれども、これまではね、はい、一部でもほとんどのクラブが平均運営費は数千万円から1億円と言われてました。で今回 WE リーグでクラブが基準を満たす上で理想の年間予算が4億5000万円ぐらいと言われてます。内訳としてはですね、まあ、各チームから入会金として2000万円をリーグが集めるんですけれども、で逆にリーグからクラブの方に4000万円の分配金、2000万円ですね。でその上でどのぐらい各チームがとかあとリーグがスポンサーを集めてこられるかというポイントになるのかなというふうに思います。まあ、ハードルとしては高いと思うんですけども、そこはやっぱりこうリーグの魅力を発信していくという形で集めてなんとか成功させるようにしていかないといけないですね。うん、CM の後 WE リーグのビジョンにさらに切り込んでいきます。アイナック神戸は昨シーズンまで、10個の国内タイトルを取ってきたチームで、多くのなでしこジャパンの代表選手、そしてからアンダーカテゴリーのワールドカップの優勝メンバーもたくさんいましたけども、やはり、人気のあるチームでありつつ、成績をしっかりと残せるクラブでありたいなというふうに考えていますので、特に全国の皆さんがこの選手見たことあるなという選手たちが実際に活躍する、それ見に来ていただけるようなチームにしたいと思っています。本当にフェアプレーの精神というか、もうそれがもう見てすぐに分かります。一方で男子のサッカーと比較される方もいらっしゃいますけども、僕は比較する必要ないと思ってまして、同じサッカーではあるんですけども、競技が少し違うという視点で、そういう彼女たちに本当にのプレーをですね、生で見ていただいたらきっとファンになる。で特にサッカーは中毒性が、まあ、高いスポーツですから、ぜひ彼女たちの、ね、90分見ていただければきっとファンになっていただけると私は確信しています。女子サッカーというのは非常にクリーンなスポーツです。選手同士が接触してもすぐに立ち上がって次のプレーへ行くという意味では高校野球に近いすがすがしさがありますので、ぜひねその彼女たちのプレーを、生でスタジアムで、観戦して応援していただけたら僕は嬉しく思います。ぜひ見に来てください。